さん、チャンプルです。まあね、やっぱこう電力が今のところいろんな意味で重要になってますね。携帯電話やらなんやらかやら、これちょっと見ていただきたいんですが、風力の発電だと思いますね。なんとこれね、日産の自家用車についてるっていうやつですね。フレームが板になってますね、こんな感じで。でソーラーパネルも200ワットついてますね。飛行機が飛んでいきますね。初めて見ますね、自家用車にこういう風力の発電。走ってる時にも回ってるんでしょうか。なんとなくそんな感じですね。ちょっと聞いてみたいですね、いろいろね。ソーラーパネルも200ワット多分ついてますね。2つついてますんで、なんか無線とかも入ってますね。こんな感じで日産のバンですね。まあバンダイフでやってるんでしょうか。こんな感じですかね。まああのね、でっかいあのバスにはついてるの見たことありますけど、取り外しのやつですが、これはどうなんでしょうかね。取り外しできるのかな。まあ面白いですよね、いろいろなアイディアっていうか。なんか見た感じ折りたたみにはなってないですよね。あ、折りたたみかな。いや止められてますね。ね、こんな感じで日産ですね。日産面白いですね。走ってるのとか見てみたいですね。オーナーから話が聞けたらいいんですけどね。こんな感じでした。さすがです。木のフレームですね。またやーさーい。ピュッ。